ここが噂の島か。ドキドキ。ここに星漿獣が。これは皆さん、皆さんもこの島に依頼を受けにいらっしゃったんですか？え？私たちは星漿獣の噂を聞いて。なるほど、確かにこの島には星漿獣がいますよ。それもたくさん。実はですね、この島は定期的に星漿獣の討伐依頼を出しているんですよ。なんだって？そりゃ一体どういうことだ？今でこそ島にはたくさんの人が住んでるんですけど、この島は白雨戦争の頃には1-2を争う激戦地でして、なんでも未だに町の下に眠っている星漿獣たちが周期的に目を覚ますんだそうです。それって大丈夫なんですか？ご心配には及びませんよ。地球士さんがたくさん討伐に来ますし、町の人も慣れたものですから。実はですね、ちょうど今星漿獣たちが目を覚ます時期でして。なるほど、こいつはオイラたちにとっちゃ好都合かもしれねえぜ。はい、これから数日間は慌ただしくなると思いますが、豪華な報酬を用意してるみたいですよ。よし、決まりだな。早速行こうぜ。待って、